今日もなだと百姓天国、本日は2022年7月5日。はい、今日もね、朝からね、結構降ってますね、雨ね。いやはや。さあ、そういうことで今日は火曜日ね。さあ、2022年7月5日、こっから、火曜日、そして金曜日とね、出荷が始まります。ってことで、また出荷の暮らしが始まります。ということで今日はまずね、お野菜セットね、今ピーマンを取っております。ピーマン、もう取ってないのでね、爆なりでございますね。まあしょうがないんですけどちょっと一回これもね、全部更新しないといけないんですけど、ある程度ね取ってやんないといけないんですけど、はい、もうね、中にはもう完熟のやつが出てきてね、えらいことでございます。さあ、いよいよね、我が農園もこの暮らしが始まりましたね。なんかね、久々ですよ、こういうね、なんて言うんです、農家ってね、野菜を作る人のことではなくてね、野菜を販売する人のことなんですよね、いつも言うことなんですけどね。なので、よいしょ、売ってなんぼね、収穫してなんぼというのがね、農家なんですけどね、この2年余りはね、なかなかそういう流れではなかったのでね、よいしょ、ピーマンはね、もう爆なりになるとね、もう本当に5、6株ぐらいでね、何十件分が取れるんですよね。はい、もうこの大きさですもんね。はい、でね、まあ柔らかいっていうのはね、ちっちゃいの方が柔らかいんですけど、意外とね、甘さ加減においてはね、完熟に持ってった方がね、でもこう食われてますよね。今日は久々にね、雨の出荷、収穫出荷ということでね、なんだか懐かしい感じです。コンテナをね、腰に、コンテナというかこの収穫籠をね、こうやって腰に2つぶら下げましてね、収穫するという暮らしでございますよ。なんだかまた始まったなという感じなんですけどね。はいはい、ピーマンは全然大丈夫ですね、ナスに比べればね。この雨の出荷というのは幸先がいいんでしょうか、悪いんでしょうかという話なんですけど、ね、はい、あ、カタツムリがついてるよいしょ、ちょっとね、たくさん鳴らせすぎちゃったんでね、ちょっと花がね、実つきが悪いですよね、ちょっと花咲いてないですよね。なのでちょっとね、よろしくなかったですね。あんまりだから一気にこれ取っちゃうとがっくりと来ちゃうんで、ね、難しいところなんですけど、どこ行った、こういうね、実のある野菜のね、コツというのはね、実のつく野菜の収穫のコツというのは、とにかくね、あ、これ倒れちゃってるか、おうおう、倒れてるんだこれ、はい、こうやってね、とにかく綺麗にね、更新していくってことがすごく大事なんですね。よいしょ、よいしょ、ね、まだこんだけ5、6株取っただけでね、もうこの収穫コンテナ、収穫籠がいっぱいですよね。よいしょ、
この雨でね、ナス君たちは喜んでると思うんですけど、実のある野菜はね結構喜んでるんですけど、一気にねあの暑さからこの雨になりましたんでね、これはこれでね逆に心配というかね、よいしょ、はい、これも完熟になってきてですね、はい、よいしょ、はい、まあまだね出荷始まったばっかですからね、件数がそんなに多くないのでね、ざっと大きいのだけでもね取っていこうかって感じなんですけど、よいしょ、またこの暮らしが始まりましたな。よいしょ。ちょっと花がね止まってないですよね。なのでちょいとね一気に取りすぎちゃうと多分ね量が一気に少なくなってしまうのでね、調整しながらっていう感じなんですけど、セット野菜っていうのはね、あのお客さんによってね、そのなんていうんですか、あのね特定の野菜だけが多いってわけにいかないので、バランスよく入れるっていうことなんですよね。なのでそこがねコツになります。あの時々ね、今年なんかは明らかにこれナスがね調子良くないので、それをねうまいことナスはだから今年はね最低限入れて、あとのねこういうピーマンとかキュウリとかね調子がいいものをできるだけね中心に回していくみたいな形になるんですけどね、よいしょ、ちょっと入れるとお客さんによってはなんか傷んでるとかね、そういうふうに思われるのがちょっとねたまに、おられるんですけど、はい、こんなにピーマンいらんか、ちょっと多かったですね。まだまだ取ろうと思えば何コンテナ取れるんですけど、ちょっと多いですね。キュウリいきますか、ナスいきますか、ナスいきますか。まあ丸ナスをメインに行こうかなっていう感じなんですけど、ちょっとねナス出来が良くないですけど、まあまあまあね、何種類か丸ナスとね、庄屋オーナーがと千両がそれぞれねちょっとずつ入ればいいかなという感じなんです。あーこれでかい、はい、よいしょ、
よいしょ。あんまりでちょっと今位置っぽいですけど、まあまあね、最初だからっつってね、ガンガン量をね多く入れてあげるっていうのはね、この商売においてね、あの量が多いって言ってね食べきれないっていうのがね、お客さん困りますんでね、なかなかねこの設定屋さんにとってのね、おお、適正な量っていうのは意外と難しくてね、まあ20年やっててね、その辺は本当に一番最大の課題と言いますかね。おお、フラワーネットをね切ってしまうのが一番怖いんですけど、ちょっとあんまりねヘタが綺麗ではないんですけど、大きいのをね中心に入れてあげて、今日は丸ナスがメインになりますか。これもね枯れそうっすよね。ね、もうやられてますもんね。まあズッキーニとキュウリがね多分ねバカバカあると思いますんでね、よいしょ。よいしょ。いや、しかし初日から大雨ということですな。お、かわいい。よいしょ。今日はね、まあまだまだね、お客様にもね全員連絡してないのでね、はあ、メールがね、ネットがねちょっとね昔とプロバイダーさんとか変えたのでね、その影響もあってね、ちょいとまだホームページも変えてないのでね、まだお休みになっちゃってんでね、ぼちぼちなんですけど、よいしょ。はあ、いや爆なりだな。今年はでも本当にナスがね病気っぽくって、いやいやって感じなんですけどね、一軒分を目は3つぐらいですかね。ね、どうですか、一軒分はね、こんな感じ、2個、このぐらいですか。はい、もうちょっとらんといかんな。この出荷のね量だとかなんとかっていう感覚はね、しばらくやらないとね戻ってこないんでだと思うんですけど、よいしょ、よいしょ。はあ、はあ、よいしょ。はい、はい、よいしょ。
よこらせ。まあ多すぎてもダメだし少なくてもダメだということでね、よいしょ、よこらせ。とりあえず今日はこんな感じですかね。はい、美味しそうですね。うまそうじゃないですかこれね。よいしょ、でかいのだけ取りますか。はい、よくしょ、はい、よくしょ、はい、まあまあですか。まだまだね件数が少ないのでね、昔に比べりゃ兵でもないんですけど、よいしょよいしょ。いやしかしよく降るな。よいしょ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 。ナス、そしてピーマンね。はい、次キュウリいきますか。はい、よし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 、へいへいへい、よし。いやキュウリもこれ爆発してる感じでね、どっから取りますかって感じですけど、はあ、ということで、はあ、しゅ、とりあえずピーマンとね丸ナスね、よし、いいじゃないですかね。はい、ということで予定通りねピーマンナスと、収穫している。さあ始まりましたですよね。はい、あ、ということで収穫している動画でございました。それではまた。よいしょ。